はい、じゅんチャンネルの俊也です。今日は七色パレットを運営されている方にお越しいただいてます。では自己紹介をお願いします。はい。LGBTQ プラス専用のですね、ポータルサイトと、マッチングサイト、共同で運営させていただいてます。渡部と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まず、七色パレット。はい。これ、一体どういうものなのかちょっと教えていただいてもいいですか？まあ、単純によくあるマッチングサイトではあるんですけど、まだちょっとアプリ展開まではできてない状態ではあるんですが、内容としましては、セクシャルマイノリティ、まあ、LGBTQ プラスの方専用の、マッチングサイトになってまして、まあ、特徴としては、まず月額が500円、550円ですね。550円で、すべてのサービスが、基本使い放題で、よくあるなんかこう、アンロック系あるじゃないですか。ここまではいくらですけど、ここから先は、課金してくださいみたいな、そういうサービスあるんですけど、うちとは全部使えて550円でやらさせていただいているっていうのと、あとはですね、チャット機能を搭載してまして、はい、ロビーっていう形であるんですけど、全国の方がそこで、なんていうんですか、掲示板みたいな2ちゃんとか、昔の2ちゃんとか、今の5ちゃんみたいな感じで、気軽にお話できて、気に入った方がいればそこから直接ダイレクトでメッセージできるみたいな機能をつけてるっていうのと、あとはですね、24時間365日で運営のものが誰かしら必ずメッセージとかを監視しているので、まあ、ちょっとアダルトなことだったりとか、まあ、法に触れるようなものだったりとか、そういうものはもう厳しく、対処して監視しているっていうのが特徴になるかなと思います。その LGBTQ プラスっていうのの方以外と、そうじゃない人。当事者と当事者じゃない人。で、なんか見分けたりできるんですか？それ。そのなんか、要は嘘ついてるかどうかってことですか？そうそう、なんかよくあるネカマとか。そういうのって、人って出てくるじゃないですか。そういうのって、なんか対処されてます。それはですね、まあ正直、その文面とプロフィール、まあプロフィール関係に関しては割と詳細打てるようになってるんですけど、ガチガチ本気で、ネカマというか、その当事者のふりをされると、正直対処は難しいのはあります。いいただですよね。まあ、通報とか、そういうちょっとこの人違うんじゃないかっていうのが、まあ、マークさせてもらって、おかしいなっていうのがあれば、一旦こう、調べに入るというか、なるほど。そういう感じでしかちょっと対処は難しいかなっていうのは現状思ってます。ごく一般で言われる男性と女性であれば、はい。身分証明書でなんとかなるような気がするんですけど、LGBT に関しては、それがないじゃないですか。そうなんですよね。ね、難しいですよね、そこの部分が。そこを確かに一番最初にサイトを立ち上げるときに問題になって、まあ一般のサイトでもあるじゃないですか。そういう男性のふりして女性のふりしてっていうのはあると思うんですけども、そこで、まあ有料にさせていただいたっていうのが、まあ少しだけ抑止力になるかなと。遊び半分、いたずら半分で、まあ無料であればそこでこう荒らすというか、そういう行為は結構行われるんですけど、さすがに月額550円払って、で、うちクレジットカード登録でしか、会員登録できないんですね。なので、まあ、そこで18歳以上っていうのを確定させるんですけども、なるほはど。い、年齢認証の意味も兼ねてのクレジットカードだけでの登録になってるので、まあ、少しは抑止力が働くかなっていうぐらいしかできないかなっていうのが現状、正直なところです。LGBT の人ってどこで出会ってるんだろうっていうのが、僕自分が FTM なのにも関わらず、すごいずっと疑問に思ってて、僕は男性として女性が好きなんだけど、女性同士、男性同士っていう方とか、どうやってなんか出会ってるんだろうっていうのがあったから、マッチングアプリ最近はすげえ、どんなのんけの方でも使っている時代だし、ね、ありがたいですよね。出会いの場があるっていうのは。最初は普通のマッチングサイトをやるつもりだったんですよ。ごく一般の方といいますか、全大衆向けといいますか、特にこう制限も持たずに、マッチングサイトを立ち上げた方がいいんじゃないかなって思って動いてたんですけど、たまたま僕の知り合いに、タイ出身の方がいらっしゃって、その方といろいろお話しした席で、日本ってあんまりそういうセクシャルマイノリティ関連のマッチングサイトとかってないよねっていうのをポロッとおっしゃったんですね。で、タイは結構もうそういうのが
タイと、まあ、タイに限らずなんですけど、海外って結構その、なんていうんですかね、市場としては大きくて、全然普通にあるんですよね、いっぱい。で、そこで調べたときに、まあ、大手の何社はあったんですけど、セクシャルマイノリティじゃない方のマッチングサイト、アプリの数に比べればもうはるかに少なかったんで、まあ、先ほど、俊也さんおっしゃられたように、どうしてるんだろう、皆さんっていうので、いろいろ調べていったときに、ちょっとアングラ感あるじゃないですか。どうしてもそのゲイだけのコミュニティとか掲示板とかレズビアンさんだけのコミュニティってなるとどうしてもアングラ感があってちょっと怖いイメージがあって、そういうのを払拭したもうちょっとポップで明るいような、そんな場を提供したいなと思って作り始めたんですよね。運営の指摘上での趣旨というか、これだけは絶対譲れないみたいなのってなんかありますね。なんかポリシーじゃないと。ポリシーですか？どこかのセクシャリ、マイノリティだけに偏りたくないっていうのはありました。ゲイ専用とか、レズビアン専用とかではなくて、そうだな、何かにこう特化したっていうよりは、こうみんなで、こう、ワイワイお話できたりとか、そういう場を作りたいっていうのと、先ほどお伝えした、アングラ感を出したくないっていうか、ちょっと別の世界とか変わった世界みたいな印象ではなくて、ごくごく当たり前に、もう身近にあるんだよっていう雰囲気を出したいなっていうのは常に思ってます。じゃあ、最終的に、今はその LGBTQ の人たちのやつっていう感じなんですけど、最終的に誰でも入れるってなると最高ですね、それ。そうですね。今、大手のマッチングサイトとか、婚活アプリとかってあるじゃないですか。そういうところも結構、セクシャルマイノリティも使っ、の方も使っていいですよみたいな風に、なんていうんですか、言い出して、実際にプロフィール欄とかもそういうのに近くはなってはいるんですけど、やっぱり結局90%、95%が会員登録してる人がマジョリティの方なので、マイノリティの方が実際登録して出会おうと思っても、ほぼ出会えないっていう感じが、の話をちょくちょく聞いてたので、それだと、まあ、形だけ整えたというか、繕っただけだよなっていう印象があったので、マジョリティ向けのサイトからマイノリティに寄ってくっていうよりは、マイノリティ向けのやつを充実させて、まあ、来たかったら来てもいいよ、マジョリティの方ぐらいの感じの、そっちの方から持ってきたいなっていうのは正直あったりします。当事者からしたら安心ですよね。ちなみに、LGBT の方ではないんですよね。そうです、僕違います。当事者じゃないのに、みたいな言葉とかって、きっと言われてるような気がするんですよ、僕。なんでそこに行こうと思ったのとか。先ほどそれをお話ししていただいたから、僕はわかるんですけど、なんで LGBT の人じゃないのにその気持ちがわかるんだろうとか。多分嫌な言い方をされてきたこととかもあるんじゃないかなって思うんですよ。ありますね。なのめちゃに、くちなんかここまで来れ、来て、実際サイトも立ち上げて、で、まあこれからアプリとかに向けてこうやっていかれるわけじゃないですか。その気持ちがすごいなと思って。いやいや、全然その変な話ですけど、セクシャルマイノリティの方たちが、今まで言われてきたこととか、受けてきたこととかから比べれば、全然だと思います。そんなの気にもならない程度だと思いますね。僕が言われてきたこととかっていうのは、全然全く、だから何って感じだったので、っていうか、やっちゃいけないのっていう、感じですか。だって別に、あれじゃないですか。まあ、極端な話になっちゃいますけど、例えばですけど、楽天イーグルスっていうプロ野球チームがありますけど、オーナーって楽天じゃないですか。全然野球やってきた人でもないし、全く関係ないじゃないですか。いや別にそこの何かやってきた人がそれをやらなきゃいけないとか、そういう感じが強ければ強く残ってるからこそそんな広がっていかないというか、当事者、のサービスは当事者がやらなきゃいけないとか、そういうんじゃなくて、全然当事者じゃなくて、それに共感して、それをサービスとして世に広めることができる、できれば、最終的には良かったなってなるんじゃないかなと思うんで、全然別にそこは、まあ言われましたけどね、そのセクシャルマイノリティでお金儲けするなとか、結構やっぱボランティア精神が強いじゃないですか。皆さん、その、界隈の方っていうのは。
そうじゃやっぱ良くないと自分は思ってますし、やっぱお金をそこで動くことによっていろんな企業さんもついてきたりとか、世の中に認知されたりとかして広がっていくんじゃないかなと思うので。そのサイトっていうそのアプリっていうのはもう完全に、まあ、言い方がちょっとあまり良くないかもしれないですけど、健全な出会いだけのもの、とりあえず。あ、そうです。あ、もう完全に健全というか、アダルトではなく、アダルト要素はなく。アダルト要素はなく、むしろアダルト要素が少しでもあれば、メッセージから、プロフィールから、プロフィール画像、アイコンだったりも全部弾きます。ただしですね、どうしても、仕組み的にインターネット異性紹介事業みたいな感じの登録になっちゃうんですよ、警察的には。風営法に引っかかってくる形になって、その許可を取らなければいけなくて、仕方なく18歳、未成年か。未成年はダメですよ。18歳未満は使えませんよっていうシステムにはなっちゃってはいるんですけど、別にアダルトだからっていう理由ではないです。なるほど。例えば、ハチとか猫っていう言葉があるじゃないですか。これって、僕にとっちゃアダルト直結なんですよ。なるほどですね。そう。だけど、それってすごい出会いにとっては大事なことじゃないですか。あるの。その辺は、そこぐらいまではまだ多めに見てくれてるんですか？あ、その辺は全然大丈夫で。その辺はたいい。だ、なんていうんですかね。例えば、どこどこに何時で、ホテル別でいくらとか、そういうの隠語を使ってとかって、そういうふうになっちゃうと、さすがに切りますけど、まあ、受けたとか、立ちだとか、リバとか、その辺では全然、それはまあ、全然いいかなとは思って。ね、そこがないとさ、出会えないですもんね。なんか、そうなんですよね、結難局は。しいな。最初に、七色サポーターさんの、あれを見たのは、実はまあ、ツイッターからなんですけど、僕、YouTube ちょっと紹介させてください、みたいな、メッセージをさせてもらってですね。そうそう、そこでもちょっといろいろ見てて、当事者の方が運営してるのかなって思っちゃうぐらい、すごいしっかりされてたから、あ、あ書りいがてとうるございます。それ嬉しいですね、めちゃくちゃ。そうそう、いろんなのをなんか紹介してたり、なんか言葉とか、お店とか、なんか、すごく身近に感じるっていうか。最初、実際に七色のポータルサイト、総合ポータルサイトが七色っていうもので、マッチングサイトが七色パレットっていうものなんですよ。ほうほうほう。あ、違うんだ。そうなんです、そうなんです。一応、入り口が違って、やっぱどうしても先ほどの、年齢制限の関係から入り口が一緒にできなくて、ポータルサイトの七色に関しても、どなたでもフリーで見れる情報サイトなんですよね。それこそ、深夜さんのチュンチャンネルさんとか、YouTube チャンネルを載させていただいたりとか、あとはお店だったりとか、あとちょっとしたコラムだったりとか、イベントだったりとか載せさせていただいているサイトなんですけども、それを、と、あとも、マッチングサイト。もう、作成するにあたって、結構なですね、やっぱり、お金がかかるんですね、むちゃくちゃ。それで、一応僕個人というか、まあ、僕の会社じゃちょっと難しいってなったので、もう一個、共同で、開発させてもらってたんです。だから、2社で運営してる形にはなるんですけども、実はそこも、当事者の方がいなくて、七色と七色パレットの運営に関わってる人で、ほぼ当事者がいない状況からスタートってなったので、だいたい1年間ぐらい揉んだというか構想をして、その間にいろいろ地元、まあ、僕北海道なんですけど、北海道の札幌で活動されている、その、セクシャルマイノリティの団体の方だったりとか、その代表の方だったりとかにいろいろアンケート取材しに行って、どんな機能があったらいいですかとかっていう、どんなこと言ったらまずいんですかとか、そういうのを勉強させてもらってっていうことで作ったので、まあそういうふうに俊也さんに当事者の方が作ってるんじゃないかとかっておっしゃっていただけるのはすごく、まあ嬉しいっていう表現が合ってるかどうかわかんないですけど、間違ってなかった、よかったなっていう安心感はあります。安心したなっていうのはありますね。運営法が引っかかるから、じゃあそこからは引っ張れないんだ。そうなんですよ。だから Google の広告ですとか、Twitter 広告とかに、七色パレット新しくリリースするんで、マッチングサイトの方ですね。リリースするので、皆さん使ってくださいって最初広告思いっきり打ったんですよ。結構お金かけて。だけど、1週間ぐらいで全部バンにされたというか、そう、出会い
デートクラブとか出会い系になってるからダメですっていう通知が来て、全部一回アカウント停止させられて、だけど、その、ツイッターのタイムラインとか、よく見ませんか？出会いとか。で、見お、る。見ますよね。見る。で、なんでここが OK でうちダメなんですかっていうのを申し立てたんです。むしろ、うちはもっと健全寄りですけどっていうのを言ったんですけど、なかなか認めてもらえなくて、結局復活はしなかったんですけど、向こうはなんかあれですね。恋活？恋活とか婚活っていう言い方をしてるからセーフらしいです。わかんない。何が違うんですか？ 健全なんでしょうね、多分。健全アピールなんでしょうけども、マッチングとか、マッチングはいいのかな？出会いとか使っちゃよくないみたいですね。でも、婚何活、それ？恋活だと真剣だからセーフみたいな。何そそれ？う。わ 真剣だかんよ、ないですけど。別まあ、大手っていうのもあると思いますよ。お金もすごいかけてると思うので。まあ、そういう偏見で見られるんだっていうのを思いました。そうね。だからやっぱりそういうふうにお金が動かないと、どうしてもその、まあもちろんプライドパレードとか一般の人にこうアピールするというか、そういうのは全然いいと思うんですけど、どうしてもあそこ、ああいうのってボランティアの方が主体になってやったりとかするじゃないですか。で、まあ一般の企業の方も一応参加はできますけど、大体はなんだろうな、協賛金っていう形でお金を払ってバナーとかでこう載せてもらって終わりっていうか、それで私たちは応援してますっていう雰囲気、まあ、怒られるかもしれないですけど、雰囲気を出すというか、フレンドリーって書けば、とりあえず、まあ、企業イメージはいいですし、そこにお金を、まあ、協賛すれば、絶対嫌がられることはないじゃないですか、今の時代でいくと。いや、まあ、変な言い方ですけど、アピールするにはいい材料なはずなので、その点も絡めて、先ほど俊也さんがおっしゃられたことはたくさん言われました。いいね、みたいな、トレンドに乗ってるね、頑張ってね、儲かりそうだねってことはめちゃくちゃ言われました。当事者じゃない方、で、あまり理解がない方ってやっぱりたくさんいらっしゃるじゃないですか。で、その方に、今のセクシュアルマイノリティだったりの現状を当事者の方が話す。まあ、講演でもセミナーでも何でもいいんですけど、話しても、実際当事者の方が話した方が響くかなと思いがちですけど、意外と響かないんですよね。あまりにも遠い存在だと思われてるというか、別の世界の話してる。僕らには関係ないよねっていうふうに捉えられちゃうので、意外とそっちの方が響かなくて、なのでむしろ僕の方が、そっち側の人に近いというか、ので僕からお話とか伝えた方が、ああ、そうなんだってなりやすかったりすることが結構あったりするんですね。だから逆に距離が近い分というか、その中間になれたらいいなと思ってます。その全然理解しない人、興味ない人、差別する人と当事者の間にクッション役で僕が入ることによって、少しでもスムーズにいけるようになれたらなーって今後は思ってたりしますけどね。いや、頑張ってください。それはぜはい、ひ。ありがとうございます。はい、今日は七色パレットを運営されている渡部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いや、マジで頑張ってください。僕、めちゃくちゃ応援したい。すげえプレッシャーになるじゃないですか。頑張ります。でできも、る限まりたね、なん頑張かります。今後なんか新しいこととか始まったら教えてください。もちろんです。逆に何かこう宣伝したいこととかがあれば、もうどんどん七色を使っていただいて、ありがとうございます。もう全然やりますんで、ぜひぜひ。これからもじゃあよろしくお願いしま す。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい。じゃあ今日はこの辺で。バイバーイ。